スズメを撃つ、小川未明。風が吹くと木の葉がせわしそうに動きました。空の色は青々として、秋が次第に深くなりつつあるのが感じられます。朝、まだ薄暗いうちから庭先の小立ちへいろいろの小鳥が飛んできてさえずりました。ちょうど休日だったので、ご飯が済むと清くんは、 縁側へ出て、新聞を見ていらっしゃるお父さんのそばへ行って、自分もゆっくりした気持ちで庭を眺めていました。スズメまで他の渡り鳥のように元気よく木の枝や屋根の上で鳴いていました。このとき、空気銃を持った少年が垣根の外を通りました。ちゃんんの兄さんだ清くんはすぐ庭へ降りりて走りました間もなく 木戸口から少年を連れて入りました。どこにほら、あの木の枝にいるじゃないか。少年は、やっとわかったと見えて、うなずきました。そして、銃を持ち帰ると、狙いをつけました。同じくお父さんも、その方を見ていられたが、あの雀は、親雀と子雀らしい。親雀は、自分だけ逃げようとせず、子雀をかばうであろう。 それがために子供の身代わりとなって撃たれるかもしれない。どうぞ神様、弾が当たりませぬように。と心で念じていられたのです。また少年は打ち損なっては友達や友達のお父さんの見ている前でみっともないと思いました。それで真剣でした。そのうちシュッと鋭く空気を切って弾の飛ぶ音がしました。 今まで泣いていた鳥の声はやんで、同時に何かパタリと下へ落ちたのでありました。当たったお父さんひでちゃんの兄さんはうまいでしょうこう叫んで清くんは縁側の方を振り向きましたが、いつの間にかお父さんの姿はそこにありませんでした。正直に言うとお父さんは止めさせる力がないのを恥じて逃げられたのでした。元気な少年たちは、 元よりそんな老人の気持ちなんかわかりません。二人は菊畑を分けて落ちたスズメを探しました。スズメはじきに見つかりました。君のお父さん、スズメ好きかいと少年が聞きました。ああ、大好きだよ。と清くんは答えました。これお父さんにあげてよ。と少年はスズメを清くんに与えて一人、幸先のいいのを喜んで、 野原の方を指しして出かけました清くんは家へ入ってから雀をお父さんに渡すとお父さんは雀を手のひらに乗せてしばらく考えていられましたがなまなか道理を言い聞かせて晴れ晴れとした子どもの心を暗くしてはならぬと思われたので「それはありがとう」「だが今日は仏様の日だからね」と言って後で誰も気づかぬ間に 庭の小立ちの下へ、スズメを埋められたのでありました。